こんにちは、市村正樹です。安ギターを買ってみたパート3、まあ、何本も買ってますけど、ちゃんと動画としてお見せしていってるのは3本目ということで、今回はフォトジェニックというギターの中古を手に入れたんですけども、なんとなくよく見るとドトエアニックって書いてあるみたいな、まあまあこれは中古で買ったものですから、新品で買うと1万1000円ぐらいで買えるものの古いやつ、これはバージョンが相当古いやつで、今はこのロゴもこういうロゴじゃなくて違うロゴになって、多分もっといい製品として販売されてると思いますけども、そのもう、過去のバージョンとなってしまった古いやつだと思ってこの話は聞いてください。そして、多分このロゴはこうチューナーをこうつけたり外したりしてるうちに剥がれていってしまう、それで、ドトエアニックになっているという中古を買ってみましたので、まず早速音の方でクリーントーンの音、例えば、まあ、ピックアップを変えるとこれとか、2つ目3つ目4つ目リア、ちゃんと音は変わりますね。当たり前か、当たり前なんだけども、中古で買ったということを踏まえていただいて、どうやってその前の持ち主さんがどう保存してたのかは全く知らないですけども、ちょっとまあ汚いっすっていう、この画面でわかるかどうかわかんないですけど、いろんなところが外汚れているので、ちょっと拭きましたけどね、外汚れているので結構適当なところに置いてあったんだろうなとは思う、時間を経てしまった、安いギターで、時間を経てしまったっていうのは、その新品でその定価で1万1000円ぐらいのギターを買ってくれば安定したとてもいいギターがあるかもしれないけども、逆に少なくとも 2,3 年以上は経っているであろうなというギターを触ってみることにまた違う価値があるかもしれないということで、レポートをお送りしておりますけども、現状今、手にしている時点で、現行が高くてですね、見えるかな、これで見えねえかな、あ、押さえちゃあかん、押さえたあかん、見せるのは大変ですね、見ても分かんないな結構高いです、これが、まあそれはここの高さ変えたり、ネックの下にシム挟んだり、これトラストットはできるのか、できるね、ここ中の芯を回したりとかして調整は可能だとは思います。もちろん汚い汚れてるっていうのも一生懸命磨けば綺麗になると思います。ドトマジックの D は P には戻らないと思いますけども、ペグは当然、お安いどころのペグがついてますね、これね。一応まあギターに詳しくない人にとっては別に綺麗な新しいペグ、このペグはお安いものです。それは分かっていますと。はい、で、例えばまあこっちのハーフトーンにして、決して悪い音じゃないですよね。いい音はしてます。うん。まあアンプにもよるけどねと。で、これでトーンを絞ってみる。トーンを絞る。一応トーンは下の方に行きますよね。高音がなくなる。上げていく、明るい音になる、低い音、高い音にはなりますが、このカーブがニューイーンってこうカーブが上がってくるんじゃなくて、飛行機がこうちょっとずつ飛行機が離陸していくのが、一番本当は操作しやすいと、仮に僕がそう思っているとするならば、こいつのトーンは、すぐ離陸して、なんだろう、
滑走路をすぐ飛んじゃうみたいな、そういう、ここでもうここでほぼオンオフみたいなカクーンってこうチョイーン、もう一回いくよ、チョイーンってなるからすぐに飛んで上がるから、真ん中の感じのトーンを作るのがちょっとで、今はあの弦高が高いって言ったんですけど、これは別に僕は弦高が低いのが素晴らしいギターだとは思ってなくって、別に高くても音程が合ってて弾けれればいいので、と、弾けれんだったらいいので、と。っていう感じ。まあまあ、あとはちょっと触ってみた時点で、まあ、触った感じで、まあ、1万円のギターは1万円のギターだなって感じはしますけども、決して最悪ってわけではないと。ネックの下こうやって指走らせても別にチクッときませんし、弾いててこうやってやってても別にこのネックの角っこの面取りはちゃんとできているので引っかかりはしません。指板の表面結構汚れてはいますね。まあ綺麗にお掃除すればいいんではないでしょうかと。でこのギターね、一応フォトジェニックというメーカーのかなり古いタイプのものだと思われますが、今太陽光で今一応明かり取ってます。この黄色、実はこっちによく前の動画でも僕が出してる黄色なんですけど、わかりますかね、これこっちのギターはどこのギターだったかちょっと忘れちゃったけど、フォトジェニックだったかレジェントだったかスレンダーだったか、そういうまあまあ、 あの似たような1万円ぐらいのギターの黄色、こっちもこっちはフォトジェニックの黄色。みかんとレモンの違いな、本当かオレンジとお安いギターって本当は実はあのメーカー名が違っても同じ工場が作ってたりするっていうような噂というか、まあまあそうらしいっていう、これとこれは実は一緒ですよみたいなのは本当はあったりするんですけども、一応違う色の黄色っていうのが2本、色ってのはこんなに変わってくるんだねっていう面白さ、違いは色にあります。まず一応裏はこんな感じにはなっていて、メイドインチャイナというシールが貼ってあります。まあ、別にちょっと触って少しメンテナンスして綺麗に汚れを落として、それで弦を張り替えれば、まあ別に使えなくはないです、うん、ただちょっとやっぱりまあ見た目としてというか、こうチューニングしてる最中のナットの音っていうのを聞いてくださいね。まあこういう面はあります。それは他のギターでも、ナット処理をプロフェッショナルなリペア屋さんか、もしくはそれに相当する腕前の人がナット処理してなかったら、まあこういうことはします。ナットの高さがちょっと中途半端かな。まあ、最近の新しいを使ってくればもうちょっと良くなってるかもしれないですけどね。じゃあちょっと音を歪ませてみます。この状態から音を歪ませます。
今の時点で弾いててノイズはしてません。弾いてる最中のノイズはありません。And 手を離す、まあノイズするわね、それはするわ。弦を触ってるとノイズはしません。離すとノイズはします。当たり前、それは当たり前として、もうちょいなんかこう、動画でお聞きいただいてる分にはあんまりわからないかもしれないんですけど、いいですか、中古ですからね、中古ですからね、新品は知りませんよ、新品はちゃんとしてるかもしれませんよ、もうちゃんとしてるかもしれませんよって言ってる時点で今から悪いことを言うのかなって感じはしちゃうけども、1個の音を弾いて次の音を弾く間にギョリっていうちょっとなんかあのノイズが鳴っています。これがかっこいいかもしれないっていう価値観もあるからね、そこは難しいけどね。結構まあまあこれあのローランドのアップで歪ませてるから、エフェクターのディストーションやオーバードライブを使ってるわけじゃないですけども、チューブスクリーマーみたいな音がするねこれ時々これこの辺、この辺で、嫌いではないなこの音トーンゼロにしたろ、うん、寝そうになりましたが、音はちゃんとフェードアウトしていってます。飛行機が滑走路に着陸するようにちゃんとこうやって音がこうちゃんと着陸して、フェードアウト着陸をしています。決してこうブチって途中でちょっとドスンって落ちちゃう感じじゃないと。まあ、あんまりロングトーンは出ないけど、ちょっと歪ませすぎなので軽い歪みに変えて、弾いてるとだんだん手が馴染んでいっちゃうというか、いい意味でね、いい意味で馴染んでいっちゃう。まあ、ギターってこうある程度なんていうんですかね、こう例えば20万円のギターを1ヶ月触ってる人が
1万円のギター持ったらそれは弾きにくいっすよ。当然弾きにくいっす。でもその20万円のギターを持ってる人が1万円のギターを持って、その20万円のギターには触らずに、3日この1万円のギター弾いてれば、このギターはもうその手に馴染んでくる、手が順応していくというか、慣れてくるから1万円のギターでも弾きやすくなっちゃうっていう、そういう楽さみたいなのがあって、だから20万円のギター触って、このギター触ったら、そりゃあね、そりゃあねっていう、そりゃ操作っていうのはあると思います。で、初心者の人が、例えば、高校1年生の人がこのギターを買って、弾いてみる、おすすめはしないですよ、おすすめはしないですよ僕は。高校1年生の人は、自分のお小遣いがあったり、親御さんに多少援助してもらったりとか、親戚のおじさんがお小遣いをくれたラッキーチャンスとかお年玉とか、そういう時に頑張って3万円自分でなんとかお小遣いを貯めたんだったら、あと2万円頑張って、5万円になるまで頑張って5万円のギターを買おうって僕は思いますけど、じゃあ小学校6年生、中学1年生の子、親のお金なんか借りたくねえ、私は私の持ってるお小遣いでギターを買うんだ、まあ、今時の子供って2万3万持ってるかもしれないけど、その子がギターを全く弾いたことがない、とりあえず弾けるかどうかだけ触ってみたいで1万円のギターを買う、それはまあ別にありはありだと思います、うん、でもその子が高校1年生に入るときは頑張って5万円のやつに昇格していこうねっていう入り口の1万円で、我々みたいな大人はこういうのは遊びとか実験とか改造とか、こう動画を撮るためとかね、そういう意味で買ってますから、はい。でもう一回ノイズをなくしてコンプかけて、コンプをかけて弾いてみるとこんな感じ。こういうのでも、例えばその僕がいつも使ってるのはエフェクターセットっていう、こんなボードに入ったエフェクターを8個ぐらい使ったやつでこいつ鳴らせば、割と僕の音は出てしまうし、まあ小さく弾きにくい、弾きやすい、弾きづらい、そういうとこはあるかと思いますけども、結論というか、まあ結論は皆さんご自由に人それぞれですけども、安いギターが多分 2,3 年以上経ってしまったギターはちょっと原稿は上がってきます。それはネックのせいかどうかは分かんないです、湿気のせいかと思いますけども、でもそれも調整したりなんかしていけば、2,3 年は持つという言い方もちょっとあれですけども、 2,3 年は持つってことは、中学1年生の子がこれを買って、中3になって高校に卒業するときに5万円のギターにこう昇格していくみたいなのはありだと僕は思います。で、好きな色のギターを持つべきだと思います。僕は黄色とか、こういうスカイブルー的な、こういう、あ、ちょっとバレちゃったね、今スカイブルー的な色が好きなので、そういうのの安いやつの色を見るだけのためにいろいろこういちいち買ってきたりしてるんでと、うん、という、今回は、これ触るとあれだな、まあ、これも僕は直せちゃうけど、直すのがめんどくさい人は新品を買いましょう、うん、今回は、ドトヤニックという名前のギターの安いギターを買ってきて紹介してみました。これも安いチューナーなんだけど、今実験中で、後ろに磁石貼ってあります。なんでかっていうと、それは磁石付きのチューナーっていうのが発売されたので、僕は自分で作ってこう実験していくという、こういうこと、こういう
こういうこと。これ実すごい面白いんだけど、これ磁石ってこっちのがつくんだよね、これね。こっちはつきにくいんだよね、ちょっとこう。こっちのがつくん、まあいいや、それはいずれ。